どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。まあ、実は意識はしてなかったんですけども、7、8、9月と買っていないものがありました。でそれは何かっていうと、これです。洋服です。これを恵比寿にある無印良品でこれを、まあ、買ったわけなんですけども、それから、カンボジアに行って、その後7、8、9ってずっと着てました。この服以外にもこれらがあるわけなんですけど、あ、これカンボジアで買いましたね。はい、これカンボジアで買って、これもカンボジアで買って、であとこれ無印で、あと、まあ、これも無印だったり、これもあるやつだったり、もらい物だったりするんですけども、自分で買ったものが本当にこれ最後、このカンボジアで買ったのが最後で、6月の中旬頃に行ったので、もうそれから、中旬から、7、8、9で今10月の6日ですけども、ずっとその6月の頭の方に買ったやつを着ています。買わない理由を考えてみると、全てはミニマリズムにつながっていくと思うんです。まあ、例えば何かって言ったら、健康のために買わないだったり、お金の節約のために買わないだったり、あとはストレス発散のために買わない、時間を無駄にしないために買わない、勝てない誘惑をなくすために買わない、この洋服を買った理由っていうのが、その健康、お金、ストレス発散、時間の無駄をなくす、勝てない誘惑をなくすためにこれの洋服を買ったんですかって言われたら、別にそうではないんですけども、ただこの洋服を買う時っていうのは、もう本当に気に入って買ったんです。これもう着た瞬間に、わー軽いと思って、僕にとってはすごいお気に入りのアイテムで、こう身をまとえてるわけなので、他のものが興味ないんですよ。他の洋服ってあんまり興味がないんです。もうこれ着てれば十分気持ち上がるし、野球で例えたら全員4番っていうぐらいですね。僕の洋服って知ってるのは気に入ってるわけですよ。中には6番ショートとかもいますけども、はい。でそういう気に入ったアイテムを持っているので、他に何か欲しいなとか、もっといいものがあるんじゃないかっていう考えはもうないんです。なのでこれをボロボロになるまで着ようっていうことで、洋服は100日買わなかったっていう感じですね。もう興味すらいかなかったです。ただ僕は高校生の時っていうのは、学校が終わったらもう原宿に行って、そこでも洋服を、古着ですね、お金なかったんです、その時は古着をわーって友達と見ながら毎月10着、15着ぐらいも買ってました。頑張ってバイトして貯めたお金を洋服に使ってましたね。うん、おしゃれしてました。でも、やっぱりそういう時ってお金なかったですね。そう。せっかく頑張って働いたお金を洋服、まあ古着ですけども、やっぱ使って。で、古着ってまあ正直、もう古いものなので、着て1週間1ヶ月ぐらい経ったら、もうさらにボロってなるんですよ。翌月になったらまた新しい洋服を買いに行く。まあ古着ですけども、古着を買いに行くっていうことをやってました。でも試着した時に、あ、これはいいわ、軽いし、着心地がいいしって言って買って、で、実際買った後、まあ100日ぐらい経ってますけども、未だにこれ着てる時に、わあ、これは涼しいわとか、これは軽くていいねとか、この肌触りいいわとかって思うわけなんで、他に目移りしないっていうのはすごく感じました。うん、全く他の洋服、例えば彼女が洋服が好きなので、こう休日なんか GU 芝村ユニクロとかナノユニバースとか行ったりするわけなんですけども、そこで見ながら、うん、まあ、彼女がこうルンルン気分でショッピングしてるんです。で僕は、うん、まあこれあるしいっかみたいな、そういう感じで思っているので、そうなので買わなかったですね。去年の夏ぐらいは洋服2着で回していたので、もう1ヶ月ぐらいであっという間にボロボロになったわけなんですけども、今回は7着ぐらいで回しているので100日持ったのかなというのも思っています。少なすぎるっていうのも良くはないと思うんですけども、ただ少なすぎず多すぎずの感じで、だいたい1週間着回せればいいかなという感じで、僕は7着にしています。上ですね、上は7着持っています。ミニマリズムを実践している方だったり、あとお医者さんだったり、すごく忙しい方たちっていうのは、洋服を選ぶ時間がどれだけ無駄かっていうのを、まあ、感じてるわけなんです。なのでネクタイは結んだままもう被るだけでいいとか、あと白で統一したり黒で統一したり、同じ服を50着持ってますっていう人もいますし、
なので洋服を選ぶ時間ってすごい無駄だと思うんです。僕も洋服上に関しては7着、ズボンに関しては2本持っているわけなんですけども、そのどの組み合わせでもそれなりにおしゃれに見えるっていう洋服を買ってるんです。なので適当にペッて取ってペッて履いてもちゃんと合ってる、ちゃんと合ってますよね、これちゃんとダサくないですよねみたいな、それなりのファッションになるっていうのがあるので、そういったものは意識してます。ただ僕の場合はやっぱファッションっていうのは見てくれる人のためにするものだと思っているので、あんまりこう白で統一したり黒だけで統一したりっていう、同じ服で統一したりっていうことはあんまり僕は、今はしてないっていう感じです。はい。でもまあこれから気が変わってもう全部黒に統一する場合もあるかもしれないですけども、今はやっぱその見てくれる人に喜んでもらえるためのファッションとして、着ています。ただ、洋服を考える時間っていうのもすごいもったいないと思うので、もうパッて適当に着たとしても合うっていう、そういう組み合わせで買ってます。はい。ということで今回は気づいたら、そういえば100日以上洋服買っていないなということに気づきましたので、そのポイントですね、なんでそうなったのかなっていうポイントをシェアしてさせてもらいました。はい。いかがだったでしょうか。洋服を買うお金も洋服を選ぶ時間も節約できましたので、今回のお話が少しでも参考になってくれたら嬉しいです。はい。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。